はい、皆さん、こんにちは。宅建種無料合格講座の、今回ですね、売買の種類ということでお話をさせていただきます。で、ここに関しては非常に簡単です。後ほどね、ご説明する、語呂合わせといいますか、用語をね、一つ覚えていただければ、民法で一問確実に取れますので、ラッキー問題だと思ってね、聞いていっていただければと思います。はい。ではですね、売買の種類ということで、まずつらつらっとね、先に文字の方を出させていただくんですけど、他人物売買、一部他人物売買、あと、抵当権付き不動産売買っていうね、そういったいろんな売買がありますよということで、他人物売買はね、そのままですね、他人が持ってるものをそのままね、売買すること。で、一部他人物売買、自分の土地と、あとはね、他人の土地があって2つを、自分がね、売り主として売るっていうね、そういった行為ですね。実際ね、宅建業法でも少しね、他人物売買なんてお話をさせていただいたと思うんですけど、もちろん民法上はね、すべて有効になってますので、なのでそこをね、一つ押さえておいてください。で、あと、抵当権付き不動産を売買ですね。抵当権設定がある、土地とかね、建物とかを売却するっていう、そういった流れになってるんですけど、ここでね、言っていた語呂をね、ご紹介させていただくんですけど、一元全快、抵当損壊ってね、一元全快、抵当損壊、一元全快、抵当損壊。これはですね、なんでかね、結構僕はしっくりきましたね。もうこれね、僕、宅建士試験終わってから数年経つんですけど、しっかりと覚えてますね、これは。いつ言われても覚えてるぐらいの、なんかリズムがいいのか、語呂がいいのか覚えてるんですけど、これだけで一問解けるんですよ。で、実際どういう問題が出るかっていうと、例えば他人物売買の、それをね、した、買い主が善意だったと。そしたらどういう請求ができますかとか、一部他人物売買で悪意の買い主がいた場合、どういった請求ができますかっていうような聞かれ方をするんですよ。例えばですけど、全部他人物売買で、その相手方が悪意であった場合、解約の請求をすることができるのかどうかとか、そういった問題が聞かれるんですね。で、もう覚えていただくのはこれだけでいいんですけど、悪意の買い主でも保護されるのが、今言った一元全快、抵当損壊に当たります。で、これどういうことかっていうと、一部他人物売買の場合は、減額請求ができます。で、全部他人物売買の場合は、解約請求ができます。で、抵当権付き不動産売買の場合は、損害賠償請求と解約請求ができます。逆に言うと、悪意の買い主はこれ以外はできませんので、なのでそこだけを押さえておけば、もうそれだけで解けるんですよ、1問。もう1点ゲットなんですね、この問題が出れば。なので、オリエンテーションでもね、お話しする、僕、宅建士試験4回受けてるんですけど、実際これ知ったの3回目のね、時だったんですけど、3回目と4回目でね、両方ともね、これの問題出たんですけど、こうやって両方とも正解してます。っていうぐらい簡単です、これは。もうここだけ覚えておけば。一部他人物売買は減額請求。全部他人物売買は解約請求。抵当権付き不動産は損害賠償請求と解約請求ができる。っていう、これだけを覚えていってください。これだけ覚えれば絶対1問取れますので、しっかりと覚えていくようにしてください。はい、ではですね、次、請負ですね。請負は皆さんの、イメージ通りのものになるんですけど、要はですね、お金を払って何々作ってくださいってお願いする契約、これが請負です。なので、請負人っていうのが仕事を完成して、注文者が報酬を支払う契約ですね。要するに大工さんに家建ててください。大工さんだけが家を建てるわけじゃないですけど、大工さんに家建ててくださいってお願いして、完成したから、じゃあありがとうございましたってお金払う契約のことですね。で、結局、請負人のね、貸担保責任ということで、じゃあ、請負人はどの範囲まで責任を問うのかっていうことですね。で、一応、法律上なんですけど、相当の期間を定めて、貸しの、保証を、修理す、請求することができます。で、あとですね、その貸しが重大でない場合において、その補修にですね、過分の費用を要するとき、貸しの補修を請求することができない。これだけ見るとね、どういうことっていうことなんですけど、要はですね、基本的には請負人にも責任があるわけなんですよ。もう一つ言えば、その請負人を選んだ注文者にも責任はあるんですけど、ただ請負人は請負人で、結局ね、その大工さんがね、家をカン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 作っていって、で、やってみたけれども、あんまり精度が良くないよと。で、そういった時に、じゃあどういったね、請求ができるかっていうお話なんですけど、まず基本的には、例えば外壁が剥がれてきましたと。だったら、その外壁剥がれてきたんだったら直してよっていうことを言えるんですよ。
で、まあ、それに関してはね、まあ、至極その通りなんですけど、その瑕疵が重大でない場合。で、あとはですね、その過分の費用を要するとき。例えばどういうときかっていうと、例えばその、外壁がね、例えば剥がれてたとして、それが第三者に、結局落ちて怪我させる可能性があったら、それは結局重大じゃないですか。で、重大じゃないものは、例えば家の壁紙が剥がれてたとか。で、その壁紙がね、すっごい高級なね、ものだったとするじゃないですか。そうすると、それを直すのにすごいお金がかかるんですよ。で、さらに、それは別に、まあ、見た目はね、景品上は良くないですけど、別にそれが破れてたからって、誰かが怪我する可能性もないわけなんですよ。で、そういった時に関しては、まあ、補修を請求することができませんよっていうのが、この文言です。で、これなんでかっていうと、先ほどご説明した通り、注文者にも責任があるわけなんですよ。で、結局これを請負人が負担してしまうと、今度請負人がね、やっぱりこう経済的に厳しくなっちゃうわけなので、まあそういった両方を守るための法律っていうのがこれですね。で、ただまあ、実際問題で言えば、直してくれます、壁紙でも。高かろうがね。だってそれをね、請求しなかったとして、裁判になったら、仮にそれを払わなくていいですよって言われたとしても、その会社の名前が傷つくので、なので、基本的には大体払ってくれます。大体払ってくれますけど、原則はこうなってるっていうのを覚えておいてください。で、賃貸借ですね。まあ、賃貸借はね、まあ、不動産のね、まあ、資格なので、もちろん皆さんご存知だとは思うんですけど、まあ、要はですね、貸主が、いて、で、借り主がいるわけで、で、その人に貸して、まあ、使用収益させて賃料を支払うっていうね、もう普通に借りて、借りた賃料を払うっていうだけの、まあ、そういった契約なんですけども、その中に賃借権っていう権利があるんですよ。で、もしかしたら以前ちょっとお話したかもしれないんですけど、まあ、要はですね、借りてる人がそのものをね、使用収益する権利のことなんですけど、これを、まあ、登記することができますよっていうね、お話をさせていただいたと思います。で、まあ、賃借権っていうものが登記されていれば、例えば、法定治療権が発生した時に、なんて話を多分自然したと思いますけどね。で、原則ですけど、賃借権は20年を超えることができない。賃借権はね、一応限度が20年になってます。で、一応これ民法上のお話なので、実際ですね、不動産、土地とか建物って、20年じゃ効かないじゃないですか。だって家建てても20年じゃ壊さないわけですよね。大体、建物にもよりますけど、まあ大体50年ぐらいは持つんで、それを20年で終了させられると困っちゃうわけですから、まあそういった賃貸借はね、基本的には20年を超えることができないっていう、もうこれは一応民法のルールになってるっていうのだけ覚えておいてください。で、先ほどご説明した通り、後の講義でお話しする借地借家法によって民法のルールっていうのをちょっと変えてますので、まあ今はね、まあ賃貸借は20年超えれないんだっていうぐらいで覚えておいてください。で、賃貸借においてですね、まあ、必要な経費に関しては直ちに請求ができますということで、まあ、それがなくては困るものですね。例えば、雨漏りの修繕とかですね。で、まあ、そうですね、法律上どうなのかわからないんですけど、例えば、ワンルームマンションのエアコンが、貸主がつけてた場合、これ設備になるんですけど、それが壊れて、その設備が壊れた場合は、貸主さん直してくれるんですよ。まあそういったことですね、必要な経費は直ちに請求できる。で、あとですね、不動産の賃貸借は登記すれば第三者に抵抗できるということで、例えばその土地をね、借りますっていう賃借権っていうものを登記しておけば、その結局貸主が誰かに売っちゃっても、いや、ここ借りる権利僕持ってるからって言えるってことですね。で、あとですね、賃借人は賃貸人の同意を得なければ、譲渡、転貸することはできないということで、まあ、要するに、賃貸をあなたにさせてあげるよっていう話で契約してるのに、それを勝手にね、第三者に渡されたりとか、違う人に貸されると困るんですよ。なので、そういったことは原則としてできないっていうことですね。で、もし無断でそれをした場合は、契約の解除っていうものができるっていうふうに定められています。ただ、まあ、特段のね、事情があれば、それを逃れることができるっていうことですね。まあ、ちゃんとした理由があればいいよっていうことなんですけどね。で、あとですね、まあ、転貸があった場合ですね、は、まあ、転借人は賃貸人と同等の責任を負うということで、まあ、要するに、またね、その第三者にその貸したとしても、結局その第三者は借りてる人と同じだけの責任を負いますよっていうことですね。で、期間の定めがない賃貸借、要はいつからいつまで貸しますよっていうような契約がないものに関しては、いつでも解約の申し入れができます。
で、あとですね、解約の申し入れがあった場合、土地の賃貸借は申し入れから1年、建物の場合は、3ヶ月が契約、経過した時にね、契約が終了いたしますということですね。で、あとは賃貸人が新しくなった場合、まあ、オーナーチェンジした場合ですね。の、敷金はね、継承されるんですけど、借りてる人が新しくなった場合は、敷金は継承されないということで、まあ、ずらずらずらっとね、ご説明させていただいたんですけど、まあ、今回のところで覚えておいていただきたいのは、まず、請負ですね。請負に関しては、これは本当に基本的な分野しか押さえてないので、教科書等でですね、ちょっともう少し深いところまでは学習しておいていただきたいと思います。最近、請負ちょこちょこ出てきますんでね。今までだったら、問い4つのうち1個が請負とかだったんですけど、請負で4問出たりとかもしだしたので、請負はまあちょっと抑えといてもいいかなと思います。で、賃貸借はね、結局、後日お話しする借地借家法がメインになってくるので、あまり出てこないんですよ。で、まあ原則としてね、知っておいたらいいかなっていうぐらいなんですけど、ここの中で覚えておいていただきたいのは、あれですね、解約の申し入れがあった場合ですね。土地の賃貸借は1年で、建物は、申し入れの日から3ヶ月でね、一応契約が終了するっていう、これ、不動産屋さんでね、働いてる方ならご存知だと思うんですけど、ここと、あとは、オーナーチェンジがあった場合と、借りてる人がチェンジになった場合の敷金の継承ですね、ここは押さえておいてください。要はですね、まあ、オーナーチェンジですね。オーナーチェンジした場合って、まあ、例えば皆さんが家を借りてて、貸主さんがね、変わりましたって言われても、皆さん、敷金払ってるわけなんですよ。いや、それは返してくれよって、もちろん言いたくなりますよね。っていうことで、継承されます。ただし、借りてる人が新しくなった場合、要するに皆さんが借りてて、で、それが結局違う人に変わった場合、敷金は継承されません。もちろんですね。だって皆さんがお金払ってるんですから、皆さんに返ってくるのが当然ということで、なので、賃貸人がオーナーチェンジした場合は継承されて、賃借人が新しくなった場合は、敷金は継承されない。この違いをしっかり押さえておいてください。はい、ではですね、1問、過去問解いてみてください。はい、ではですね、以上で本日の講義は終了とさせていただきます。ありがとうございました。